たんだずっと。どのくらい歩けば視界が開けるの。沈黙と向き合うそれなりの距離で、日常が無気力を作り出したんだ。塞ぎ込んでいたんだずっと。肩を締めて息取っていたんだ。声を悲しみに口出して、そのうち僕は眠りを選ぶんだった。夢に逃げればどこだって行けるし、嫌になれば変わるシチュエーション。だけど誰もが追い抜いて行くんだ。夢ずつの隙間に戻った君と未来その探していたけど、始まり告げるサイレンが鳴った。気づいてる、そんなことは気づいてる。僕の見えてるこの景色は、その場所がすごく